にちは。こんにちは。ベイブルックチャンネルをご覧の皆さん、第3弾でございます。はい、第3弾。はい、はい、第1弾お、ほほ第2弾お、第2弾そして今回がライダース第3弾でございます。はい、はい、パッと見、うん、本当にレザーかと間違うぐらい、まあ、ブラックの方は、間違うお客様も多いぐらいなんですけど、うん、ナイロンです。ナイロンです。これが、はい、ナイロンでございます。近くによるとですね、もう間違いなくそうなんですが。そうです。ああ、高級感ありますね。はい、素材感は、うん、ナイロンコットンの、うん、なんだろう、サテンっぽい感じですかね。そうですね。はい、でかなり高密度に、打ち込んだ、高密度な、ナイロン生地になってます。うん、はい、で、そうか、お色味、はい、セージグリーンとブラック、はい、ブラック、はい、2色展開になってます。はい、で今回、はい、このナイロンライダースを作るにあたって、うん、春先、暑くなってからも、うん、このライダース、うん、男が誰しも好きなライダースを、暖かくなってからも使ってほしいっていう、はい、まあ、思いもあって、こういった素材で作ってます。暑いですからね、レザーはさすがに、はいはい、これだとね、軽く着ていただけるんじゃないかなと。はい、はい、それこそもこのバンドカラーに、うん、これとかなら、まあ、ゴールデンウィークちょっと暑いかもしれないですけど、うん、なんだろうな、軽い羽織として活躍していただけるんじゃないかなと思います。うん、で、もう一つ、うん、今回、重要なポイントが、そう、重要なポイントがありまして、はい、この現代、はい、ビッグシルエット、うん、まあ大なり小なりありますけど、うん、本当に大人のブランドでも、うん、少しずつみんなゆったりめになってきてる、ね、なってきてますね。はい、はい、でそんな中、はい、ライダースを、まあ、従来の形で作っちゃうと、うん、袖詰まっちゃう問題、はいはい、もう私もめちゃくちゃ感じております。そうですよね。はい、はい、僕ですら感じてるので、はい、やっぱりそのライダースと、うん、今っぽい洋服のこのミスマッチ感、そうですね、どうしてもね、はいはい、あったんですけど、それを改善してくれました。はい、はい、そうです。従来もともとサイでリリースしていたライダースから、うんうん、ややリサイズしまして、はい、この袖、肩繰りの部分ですね、うん、まあ、袖口の部分と、おそらくこのボディの部分もやや、うん、広くなってるんじゃないか。そう、広くなってます。うん、はい、なのでゆとりができた分、インナー の, そのゆったりめなものを着ても、うん、まあ、問題なく着ていただけるような、うん、シルエットになってます。多少ね、中に緩めのニットだったり、カットソーだったりでも着やすいと、はい、着やすいです、はい、けどそのライダースのバシッとした感じ、うん、はい、もう良さはそのままですね、はい、そのままにしてます。はい、これはもう本当にサイの最大の魅力の一つなんじゃないかなと思うので、うん、ぜひこれはちょっと着てみないとわからないかなと思うので、はい、まあ、普段そうですね、そのライダース、そのインナー着たいけど、詰まって難しいんだよねっていうインナーを着て、うん、着てください。はい、これなら入ると思います。優しいライダースですね。はい、気が利いたライダース、うん、はい、思いやりのあるライダースもうハードかつソフトなライダース、ライダース、はい、いっぱい言えますねこれは。そしてお値段、はい、はい、お値段が、はい、12万円プラス税になります。はい、もうレザーでしょ。プライスはね、はいはい、プライスはレザーです、はい、お値段はほぼレザーなライダース。いくらでも言えます、はい、いくらでも言えます。13万2000円になっております、はいはい、間違いないです。ちょっとねマニアックなアイテムですけれども、うん、はい、まあ、他はなかなか出さないんじゃないですかこんなの。まあ、さっきちょっと調べましたけど、はい、あんまり出ない。そうですね、ネットでは取り扱ってる店舗はこのご時世で少なかったので、はい、まあ、気になってる方はぜひぜひご覧ください。はい、で、佐藤がこれは36ですかね。今回これが38来てます。38来てます。ちょいゆるですかね。はい、そうです。ちょいゆるで来てます。はい。全然36でも入ります。はい。169.8 センチ。はい。はい。で通常であれば36。うん。
まあ、少しゆったりめに着たい方は38でもいい、はい、でうちは36382サイズ展開です、ね、はい、2サイズ展開でやっております。はい、うん、これは個人的にもあのおすすめです。あのカメラは藤田です、はい、藤田的にもこれはかなり推し、そうですね、はい、ちょっとぜひトライしてほしいなと思いますね。よろしくお願いします。はい、さあこれでいよいよもう再ご紹介第3弾が終わりを迎えようとしてますね。はい、まあそうですね、今デリバリー、まあ、届いてない商品も、うん、まあ、いくつかあるので、はい、まあ、4弾5弾と、はい、そうですね、続けていこうかなと、はい、もう佐藤は再担当で今後も動画をお楽しみにということで、そうですね、はい、はい、こんな感じでいいですか？はい、大丈夫です、バッチリです、ありがとうございます。はい、じゃあ、第3弾、はい、終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。